少女の友は、実業の日本社が発行していた少女向け雑誌。1908年創刊、1955年に休刊。大事は、当時20代だった北大路路三人が記号した。掲載された小説で、とりわけ人気の高かったのは、吉谷信子と川端康成だった。川端康成の乙女の港6月号から1938年3月号は、 中原淳一の差絵の魅力と相まって一大ブームを巻き起こした。中原淳一は女学生服装帳というファッションページを担当5月号から1940年5月号。少女の友の中心画家だったが、1940年、軍部の圧力により雑誌への執筆を禁じられた。大きな目と長い手足を持った甘い美しい少女の絵だった。ところが、 それらの絵は戦時下の軍国日本にふさわしくない大敗的で不健康なものだというので軍部の圧迫で消えることになった。私たち女学生はがっかりして古本屋に出回った何年も昔の小雑誌の少女の友を買いあさったものである。中原純一の表紙の少女の友を見つけるとそれが何年前のものであろうと宝物を発見したように買うのであった。私たちは 遅く生まれすぎたと思った。田辺聖子、日本児童文学大契六少女の友は、少女画報と同様、宝塚、外国映画スターなどをふんだんに取り上げ、また、投稿作品や投書を大量に紹介し、投書欄では独特の君僕言葉が使われるなど、モダン文化に好意的であった。そのため地方の女学校では、少女の友への投稿が、 不良扱いされることがあった。その盛んな投稿欄では、読者同士のコミュニティが生まれた。創刊時から存在したが1930年代からは、雑誌を飛び出し、愛読者大会までが開かれた。1938年の大会には400人が集まったという。2009年に、版元の実業の日本社より、少女の友創刊100周年記念を明示。 対象、昭和ベストセレクションが発売されるや、2ヶ月で6冊3万5千部を売り上げた。ありがとうございます。